でしょ。これなんだ。バナナ。だよね。これね、新しい家族。家族のもの。家族が増えます。家族です。いくよ。お。よいしょ。あれ。これはなんだ。わからない。これはドリーミーボット L20 ウルトラコンプリート 5A 全自動ロボット掃除機です。イエーイ。イエーイ。おーい、もう勝手に開けるからこの人たち。まあいいんじゃないの。はいはい、ありがとう。ゴミはくれるんだよね。はい、じゃあ早速開けてみる。何が出てくるかな。ちょっとそれは違うのよ。それ違うんですよ。何ですかそれは。お風呂。お風呂。来た。これ。怖い。これがステーションだね。お、見て。今回ねステーション付きなの。これはいろんなパーツだね。黒はどうしたの。風呂はね、毎日使ってたから、ね、具合が悪くなっちゃったんで、うん、そう、もう元気なくなっちゃったの。そうなんだよ。だから、新しい子に来てもらったんだ。うわっ、ちょっと。いやー、じゃあ、パパが言ったじゃあこれ、準備してみるね。いいですか。はい。ありがとう。準備は待てるんだな。弟寝てるんで、邪魔しないでくださいね。そう、ありがとう。あ、いいの、ありがとう。あ、パパに。ありがとう。お手伝いしたいお年頃です。ありがとうございます。目。ん？目。確かに。顔みたいだ。目みたいだね。たまたま面白いこと言うようになった。目。あ、パクリだ。見てください、こちら。パパ設置しました。いいね、かっこいいね。かっこいいでしょ？この L20 のコンプリートの方は日本だけしか売ってなくて、なんと予備のパーツがこんなにいっぱい入ってる。すごい。ブラシとかこのモップとか紙パックも。そうそう、これはね床をきれいにする洗剤。すごいでしょ。洗剤も使ってねお掃除してくれるんだ。そしたらこれのどんだけすごいか、パパ教えてあげよう。この掃除機、家電オブザイヤー2023の今年の家電オブザイヤーの準グランプリを取ってる。すごい。すごいってことなのよ。でパパさ、さっきさ、これ 5A って言ったんだけど、5ってわかる？5知らない。数えてみて、英語で。1、2、英語で。間違えた。そう、5、5個すごいいいところがあって、まず1、モップの自動洗浄。うん、お掃除した後、この機械が勝手に汚れたモップを洗ってくれる。そう、で汚れたのをパパとママがお掃除しなくていいってこと。次、2、モップの自動乾燥。洗ったモップをね、乾燥までしてくれるの。干したりしないでいい。素晴らしいね。ここで？そう、3、ゴミの自動収集。お掃除してできたゴミをこの中で勝手に集めてくれる。前まではパパ、お掃除終わった後毎回おきれいにしてたんだけど、最大で80日そのまんまでこの中にためてくれるので。4、水拭き用水の自動補充。で、ね、水をこの中に入れておくと勝手にモップに水をつけて掃除始めてくれる。いちいち濡らしに行ったりねしないで。準備もお掃除もすごい簡単ってこと。5、さっきのお薬も勝手にお水と混ぜてモップにつけてくれるから、だから床がすごいピカピカになるってこと。だからもうこれで弟が床で遊んでてももう安心。さらにだよ、まあ、今この部屋にはないんだけど、カーペットがあると勝手にモップを取り外して掃除してくれたり、毛が短いカーペットはモップをちょっとピュッと上げてカーペットが濡れないようにお掃除してくれるの。めちゃくちゃ頭いい。お姉ちゃんより頭いいかもしれない。それは間違いないね。多分今言ったのじゃ分かんないから早速使っていく。見てみよっか。怖くないからね。分かった。で、一回その発泡スチロールパパ回収します。よろしいですか。やなんかい。お願いします。姉ちゃんが入る。はいはい。ここにお水を入れて、ここにお薬を入れます。興味津々。これでもう準備は OK。 これであとはボタンを押したら掃除してくれるんだって。ちょっと危ないので、チャイルドロックかけようかな。ああ、チャイルドロックもあるんだ。うん、ああ、じゃあかけた方がいいね。
勝手にお掃除されちゃう。はいで。あ、起きたね。起きたね。おとおと。あ、来た。おとおと。そっから見ててくれ。おとおと。ちょうど。おとおと。発出のね、合わせた。おとおと。そうだね。気になったんだね。おとおと。じゃあ、始めますよ。お。お、始まった始まった。見て。ほら、こっちから見て。モップがね、くるくる回るから見ててね。見える？なんでさ、角にぶつかってないのにくるくる回ってる。今ね、場所をね、探してるの。ほら、見て見て見て、ここ見える？くる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 って回ってるでしょ。めちゃくちゃ綺麗になるんだ、ほら、床が。びちょびちょ？びちょびちょじゃないんだ。だから水とさっき言った薬混ぜて洗ってくれてるから、めちゃくちゃ綺麗になるんだ。すごい綺麗になりそうだね。でしかもこれ回るだけじゃなくて、ちゃんと上から押して回してるから、すごい汚れが落ちるんだ。圧もかけてくれるんだ。そうそうそう。圧って何？押してるってこと。でブラシも髪の毛が絡まりにくいんだって。したらみんな髪の毛長いでしょ。あ、違う、色が短い。髪の毛長い人が多いから。なんか失礼だな。ここも助かるよね。でね、これね、壁際掃除するのがまたすごいんだよ。壁際ちょっとやってみるね。痛いな。自分でぶつかりに行ったんでしょうよ。すごいから見ててよ。ゲロ入っちゃった。ゲロ入っちゃった。本当だ、ちょっとゲロ入ってるね。壁際見ててね。壁際行ったらすごいから。これね、世界初のモップエクステンド技術って言うね。知らなかった。知らないやね、難しいや、ね、見てて見てて。ほら、今動いたの分かってる？分かる。この LED を使ったら暗いところでも大丈夫。あ、じゃあ夜とかやってもいいんだね。そうそう、まあ、夜にちっちゃいものとかが落ちてても間違って吸い込んだりしない。ん、まあ、壁とギリギリまで吸い込んだ。あ、ほんとだ、すごい。これの壁で、壁が多かったりとかしても吹き漏れがない。すごいな。すごいでしょ。さっきさ、パパさ、これすごい頭いいって言ったじゃん。お姉ちゃんたち遊ぶとさ、こうやってさ、いろんなおもちゃ散らかすじゃない。頭いいから55個のセンサーとか使って全部避けてくれるんだって。で、ソファーの下見て。ああやってね、ソファーの下とかにもよくおもちゃ落ちてるんだけど、さっきみたいにライトがつくからちゃんと避けてくれるの。見てみよう。ロックされてるって。始めるよ。見てください。今までさ、掃除するときお片付けしてからやってたんだけど、それもね、必要なくなるみたいな。明るいところは問題なくしか避けてるね。見つかってない。もしかしたらこの子床にいても避けてくれる。確かに、遊ばせながら掃除できちゃうか。あ、手についた。おもちゃ寝たつ。ちゃんと避けてる、大丈夫だね。ほんと床の片付けがいらなくなるって、ね、助かるね。さっき頭いいって言ったでしょ。あなたたちよく食べこぼしてるじゃない。見て、これパパがね、いつもの食べこぼしを再現してケチャップを塗りたくって乾かしておきました。あー、汚いね。食べようとするんじゃない。そう、この子賢いから、ここめっちゃ汚れてると思ったら掃除した後にまた戻ってモップをきれいにして、またここ拭きに来てくれるんだって。ちょっとやってみようか。ここだけピンポイントでやってみて。見て、こうやって、ね、アプリでね、場所とかを指定できるんだよ。この辺ならな、もうピンポイントでやりたいね。そんなできるんだ。できるできる。見える？ケチャップの汚れ。ケチャップを掃除して、どうだ？1回で落ちた。あ、すごいじゃん、綺麗になったね。アプリでいろいろ操作できるんだけど、まあ、これあれと一緒でしょ。そうすると、ね、もうお部屋をもうね、分かってるの。お風呂があって、玄関があって、子供部屋があって、リビングルームがあって、リビングルームは水拭きして、ゴミが少ないから静かにやっていいなとか、モップはすごい丁寧にやってほしいなとかっていうのを、いろんな部屋ごとにね、分けれるの。すごいでしょ。
子供部屋汚いからもうめっちゃ吸って水はちょっと少なめにして水拭きはめっちゃ丁寧にやってもらう。そんな細かい設定できる。そうそう、部屋ごとに全部できるから。なんかこの AI 推奨っていうのもあって、これはなんか勝手に AI が床を判断して自分でやんなくてもそうやってくれたりするし、だからこれで行ってほしくない部屋とか、あとそのカーペットとかもなんか設定すると、このカーペットはは取りに、そうそう、ね、すごいでしょこいつ、マジでね頭いいんだ。この青はこれで玄関、あやしての弟ありがとう。あとね、なんかバッテリーがめっちゃ長持ちするんだって、こいつ。しかもなんか充電もめっちゃ早いから。あ、そうなんだ、うん、この辺もねすごい改良されたらしい。なのでこれから毎日この子に掃除してもらうと思います。お願いします。名前どうする？4文字にしてほしい。また決める名前、え、何？4文字そこから決めるの？じゃあ教えて。2文字だった。あ、2文字？そういうこと分かりにくい。間違えて。分かった、じゃあ色決めて、色じゃねえ名前決めて。何にする？ママが決めて。ママやだ、そんなセンス問われるの。お姉ちゃん決めていいよ、特別。いや、ママが。掃除が終わりましたので、ね、一緒に帰るの？掃除してなければ大丈夫、ね、帰って分かれば大丈夫。見てて、この子さ、さっきカバーに来た通り自分でゴミを全部掃除したり、モップ洗ったりとかしてくれるから、すごいですよ。お、バックで大丈夫。何をするかというと、よく聞いてみて。自動ゴミ収集、この中に入ったゴミを入れてくれる。これだけ？モップ洗いもやってくれます。早いね、自動収集。モップ洗い中だ。まあ、今までさ、こっちでゴシゴシゴシってやったのをやらなくて済む、素晴らしい。いやー、だってー、どうしておしゃぶりをあげたいのにうまくできなくて怒ってる今ね、モップの清掃が終わったから、汚れた水がここに溜まってるんだね。どれだけうちの床が汚かったかって。恥ずかしいな、見て、やばいわ。あー、濁ってるね。あの部屋しかやってないのに、うわショック。ちょっと恥ずかしいけどモザイクかけてもらうか。おいしい言っておいで。もうこれでね、床が綺麗になったから安心して遊べますねそうだね。お姉さん聞いて、この L20 ウルトラが今開催中の Amazon のブラックフライデーのセールで最大 30% 引きだったんだって。え、お得。これ 30% すごいよね。みんなも概要欄をチェックしてみてね。チェックしてねー。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。かわいい。